こんばんちゃー。白川玉子とひろとんですって間違えました。白川じじいでした。ひろた頭っていや白川頭だけどさ、白川じじいの方がいいじゃないか。じじい参加く,くてうん。わしはもういやそこはどうで,いいです。まあ,あで友達のとか今いろいろな人たちは飲みに行く系が何回かありまして、ちょっとあのー、やばい状況の話が舞い込んできました。 工場なんですけども、まあ、ちっちゃい工場なのか中外の工場なのか規模はあんまり聞きません場所も聞きません知ってますけど会社名も聞きません知ってますけど <laughs> ねえそれであのー、中国とアメリカが、あのー、結構あの今やり合ってるじゃないですかで日本には影響はほとんどないよねと思い出したらちっこい工場中外の工場で中国からあの結構あのー、日本の製品って安い割にすごい。 イオンを作ってくれるららしいんでですすよまあ中国中国国がからねだから結構中国に輸出したりとかするまあ注文を来て作る場合はあるんですけどそういうのが最近こう激減してるらしいですだから給料が二十数万あった人がまあ従業員ですよ二十数今聞いたら14万とかえパートじゃんって <laughs> え俺と変わんねえじゃんって俺らパートでねそれぐらいの激減しんもらってないけどえ マジかやべえんじじゃねっていう感じですまあ確かにやばいでしょうけどねこのも言ったらあの何人か見めないといけないんじゃないかっていう感じの話をちらっと聞きましたそうすると今度何があると今度失業者がさらに増えるああ国家予算圧迫するよねああそしたら今度あのうちで言えば同志民税また上がるよねああ今でも払えないのにうんって感じがしますよね なんで結果的にあのー、貧乏人に幸せが来るまあ金持ちにも幸せが来るんですよねでも貧乏人は払えないのに払わないといけないだから解雇になる人もいずれ出るかもしれないこのまま続けばなおかつあのー、ね日本と韓国で韓国に輸出してるものもいっぱいあるでしょなんか産品もがどうだろうこうだとか言ってそれがどうだろうって言うとそ,それに携わってた人は多分そのまま仕事なくなっちゃいますよねうんそうくると結果的にやばいんじゃないの っていう状況があります。だから、やっぱり、うん、弱いものはアウトって形です。やばい状況ですからね。うん、皆さんも気をつけてください。手、気をつけるもんでもありません。うん。僕がすると、あの、<laughs> いつ見せれた時もおかしくねえよな <laughs>、とかっていう状況ですよね。まあ、そういうことで、どうもありがとうございました。友達が、工場あの、 出ないといけないっていう状況にだけはならないようにしたいですまあ僕はするわけじゃないですよねしたいですじよねてかにあの祈りますですねうんまあそんな感じですではどうもありがとうございました